ルイブー・ランジェルイブー・ランジェは、フランスの画家、版画家、挿絵画家である、ロマン主義の芸術家の中で活動した、イタリア北部のベルチェッリで生まれた。1821年に、パリのエコールでボザールに入学し、ギオーム・ギヨンド・ロティエールの教室で学んだ。1825年頃、ローマ賞に応募するが受賞できなかった。この頃、作家のビクトル・ユーゴーや、 ガカノアシルド・ベリアといったロマン主義の芸術家と知り合い、彼らとの友人関係は生涯続くことになった。融合の文学作品の登場人物や場面は、ブーランジェの絵画の題材となった。1827年のサロンド・パリに出展した17世紀のウクライナの軍人、イヴァン・マゼーパを描いた作品が高い評価を得た。文学者の肖像画でも評価の高い作品を残し、 版画家としては多くの文学作品を題材に多くの版画を制作した。1860年にディジョンの国立高等美術学校の校長に就任したディジョン美術館の館長を務めた。ありがとうございます。